アンジェラ・バーデット・クーツ初代ブルックフィールドのバーデット・クーツ、女男爵アンジェラ・ジョルジーナ・バーデット・クーツは、イギリスの富豪、事前家で、後に、女男爵に助せられた人物。バーデット・クーツは、庶民院議員第5代、順男爵サーフランシス・バーデットと、クーツ銀行を設立した裕福な銀行家、トマス・クーツの娘であるダイソフィア・クーツとの間に、アンジェラ・ジョルジーナ・バーデットとして生まれた。 バーデット・クーツの名が一躍有名になったのは1837年のことである。亡き祖父の5歳であったハリエット・メロンが死去したため祖父の遺産200万ポンドを相続したのだ。また、直居によって彼女の祖父及び父の姓を結合させたバーデット・クーツという姓が与えられ、以後これを名乗ることとなった。これにより、 バーデット・クーツはイギリスで最も豊かな女性となったと同時にイギリスにおける最も留める女子相続人として知られることとなった。彼女は絵画の収集に熱心であり、1847年のウェストミンスターホールコンペティションにおいてロバート・スコット・ローダーが出品した海を渡るキリストを購入している。またバーデット・クーツはロンドン郊外のハイゲートにある オーリーロッチに立つカントリーハウスも同時に相続した。彼女はここで盛大なパーティーを開くことでも有名だった。バーデットクーツは受け継いだ財産の大部分を奨学金や寄付金といった幅広い事前活動に充てた。彼女は特定の政党に組みすることを避けたが、大英帝国の派遣の拡張には積極的な関心を寄せていた。これは 例えばアフリカにおける黒人の地位や世界各地における教育問題、貧困、苦痛といった諸問題の改善を期待したためである。事前活動において宗派などによって区別することはなかったが、バーデット・クーツは特に英国国教会を支援したことで知られており、教会や教会学校の設立、寄付に尽力した。彼女は詩人でもあった。 チャウンシーヘアタウンゼント牧師の遺言執行者として、彼の意志を継ぎ、同じく詩人であったトーマス・ヘルモア牧師と共に、ウェストミンスターに小学校を設立した。多額の資金はタウンゼントの遺産から出資された。この小学校は、バーデット・クーツタウンゼント財団 C&E 小学校と呼ばれている。バーデット・クーツは1883年に、 全国児童虐待防止協会を1893年にはウェストミンスター工科大学を設立し、さらに王立動物虐待防止協会とも深い関わりがある。またイーストエンドにあるベスナルグリーンにおいて1869年にコロンビアロードマーケットを主催した。1871年、ビクトリア女王は彼女の事前事業への取り組みを称え、 彼女に連合王国貴族としての男爵位を与えた。これにより、彼女の持つ称号は、ミドルセックス州ハイゲート及びブルックフィールドのバーデット空通女男爵となった。1872年7月18日には、ギルドホールにおいて女性としては、初のロンドン米予市民の称号を得た。また1874年に、エディンバラにおける女性初の議員に選出され、 ここでもエディンバラ名誉市民の称号を送られた。埋蔵されたウェストミンスター寺院1881年2月12日、67歳のバーデット・クーツは、ウェストミンスターの議員である、米国生まれのウィリアム・リーマン・アシュメット・バートレットと結婚した。27歳のバートレットとの結婚は、政界に衝撃を与えた。バートレットは性をバーデット・クーツに変えた。 彼は男爵になることはなく、また二人に子供はなかった。1906年、バーデット・クーツは、急性機関支援のため、ピカゲリーのストラトン通りにある自宅で亡くなった。1907年1月5日、バーデット・クーツの遺体は、ウェストミンスター寺院の神童にある西の扉の近くに埋葬された。エドワード7世は彼女について、母、ビクトリアを除けば、 イギリスにおける最も注目すべき女性だ。と語ったという。彼女が生涯を通じて事前事業に費やした金額は300万ポンドを超える。ありがとうございます。